はい、ミンゴルファー雪村です。いよいよやってきましたね、第3回雪村チャンネル杯ですけども、まずね、今7時58分ぐらいなんですけど、シルバー&スキル縛り部門ですねがね、8時から始まりますのでね、今からスタンバイしようかなというところでございます。ほんとね、心配なのは8名揃ってスタートできるかなっていうところなんですけども、さあ、では時間になりましたんで入ります。さあ、8ジャスト。はい、今のところ6名、7名来ましたね。レガシーさん、フータさん、ミトコさん、キョウさん、マリアさん、マユさんということですね。あと1名、さあ、あと1名来い。さあ、30秒切るぞ。あと、あー、30秒切り始めた。あと1人来てください。あ、来ました。アイルトンさん入りましたね。ありがとうございます。よかった、8名でスタートできましたね。あー、ほっとしております。さあ、ということで、シルバースキル縛り部門スタートです。ピュアフィールドリンクスなんですけども、今回ね、レーサースーツ系で、ギアはね、ビッグフライクラブにビッグフライボールのね、セットでね、試合に臨むことにしました。さあ、やってきましたね。パー4、435ヤード。さあ、風は、まあ、フォローということで、ひとまずね、ティーショット打ってきます。さあ、第1打打ちました。さあ、いいですね。はいはい。いいところです。アイルトンさんのすぐ右後ろですね。さあ、2打目ですけども、まあ、多分あの木は大丈夫ですね。ちょっと風見ます。どうでしょう。5、6メーターぐらいっていうところでしょうかね。さあ、つま先が相当下がってます。つま先下がり分を今、読みまして。風が結構吹いているということで、弱めに打っていきます。どうだ?さあ、どうだ、どうだ?まずまずじゃないでしょうかね。さあ、残り 2.2 メーターを、下りのフック。最初のホールバーディースタートしたいな。どうだ?はい、来ましたね。よしよし。まあ、9ホールありますからね。パワーモード4回全部で使えますけども、まあ、どこで使っていこうか、ちょっと悩みながらね、やろうと思います。はい、よろしく。さあ、今のところバーディー取れたのは、レガシーさんと私と、マリアさん、キョウさんということですね。まあ、まだね、始まったばっかりなんで。さあ、セカンドホール何が来るか。はい、ここ来ましたね。左から行くか、右から行くか。ちょっとどの辺がね、ティーショットの落としどころかっていうのをちょっと見ますね。280ヤード。はい、ここまで飛ばせそうですね。パワーモードを使うべきかどうかですけど、ちょっと温存したいので。風もちょこっと吹いてます。今ちょっとガサッという音がしましたね。さあ、どうだ。超えろ。よし。超えました、超えました。さあ、皆さんね、しっかりとシルバー縛りを守っているようですね。飛ぶ方はでも300ヤード。パワーモード使ってるかもしれませんけど、300ヤードぐらいは飛んでる方、いましたね、今ね。さあ、風もまあまあ吹いている。そして、つま先上がりということで、もっと右ですね。はい。このくらいで狙っていこうと思います。どんまい。まあ、ガーンって言ってる方がいましたね。さあ、7番アイアンでいきます。ちょい向かい風、だけども 6.5 ヤード下げている。ということで、ほぼほぼ一緒ぐらいで打っていけばいいんじゃないかなと思います。さあ、ジャスインしました。さあ、来い。ダピン来い。入っちゃってもいい。ああ、強かったか。やばい。やばいぞ。こう強かったんだ。
して苦手なスライスですね。残り 6.8。 ちょっとね、手前がね平らなのが気になるんですけど、でも奥は相当傾斜があります。おお、くるくる来た。おお、よかった。はい、なんとかね2番目のホールもバーディーですね。はい、ということで今のところ私が1位ですね。お、ナイスいただきました。ありがとうございます。さあ、あとはマリアさんがホールアウトをするのを今待ってる状態ですね。さあ、では3番目のホールに向かいます。結構皆さん練習を積んできてるんじゃないかなと思うんですが、実は私はほとんど練習をせずに、ちょっと仕事で今日バタバタだったんですけど、ほとんど練習せずにね、臨むことになってしまったんでね、言い訳しときます。はい、ということでパワーモードを使っていきます。ここも風吹いてますね。まあ、ビッグフライクラブならそんなにブレはないので、どうだ、フェアウェイに残ってくれ、フェアウェイに残ってくれ、残ってくれ、残ってくれ。あー、残らなかった。やばい、やばいぞこれは、やばいな。途端に、ピンチが来ました。まずつま先上がり分見て風ですよね。どうでしょう、4メーターぐらいでしょうかね。さて、ここから風を読んで、このくらいで、あとはもう、運ですね。85から90%の間ぐらいでインパクトすると、仮定して、ちょい向かい風どうだ ?88% でしたね。あ、弱いか。弱いんだ。あれでも弱かったのか。やばい。ピンチは続きます。さあ、残り 9.4 メーターの、どうなんだろうな。ほんの少しフックっていう感じで、もうとにかくね、強めに、ちょっと強めに打っていきます。どうだ?ああ。バーディー取れず。さあ、ここで、一つ落とすことになってしまいました。ということで、パーですね。さあ。あ、でも、やっぱね、このホール難しかったんですね。水戸子さん以外みんなパーだったということですか。あ、マリアさんもマリアさんバーディーですね。さあ、あとはマユさんが、こう、ホールアウトをするのを待ってる状態ですね。さっきでも私の前に、パッと打つときにいましたよね。いない。いない。ひょっとして落ちてしまったかな。ああ、落ちちゃいましたね。残念。8人でね、最後ね、終わりたかったんですが、まあでもおそらく、スマホの調子が悪かったか何かだと思いますけどもね。残念ですが。はい、ということで4番目のホール来ましたね。さあ、雨が来ました。大雨が来ましたね。これがあるからピュアフィードリンクスは面白いという面白いんです。さて、ちょっと待ってね。そうだな、まあおそらく右に転がってことはないと思うんで、この辺めがけてね、打っていこうと思うんですけど。さあ、どうだ。お、お、お、ラフまで行くなよ、ラフまで行くなよ。右にキック、右にキック、右にキック。お、ナイスナイス。お、危ねえ。危な。さあ、問題は2打目です。さあ、2打目です。大雨なんでね、7% 食われることを考えると、もうピンには絶対狙っていけませんからね。もうラフでもいいんで、つま先下がりと風向きを今ちょっと考えて、恐ろしいところを狙っていきます。
もうね、グリーンなんか狙っていくと絶対に大怪我しますんで。さあ、どうだ？あ、やばいか？おお、耐えろ耐えろ。おお、よしよし、耐えた耐えた。もうこれでいい、これでいいです。上出来なぐらいです。まあ、あとはバーディーでね、上がれればいいんですので。さーて、ちょっと、モードを変えていきます。どうだ？わー、弱かったかな？あー、全然弱かった。やばい。やばいやばい。スライス、上り。15センチか。どうだろう、このぐらいかな。どうだ、うわ、弱かったですね。もうちょっと強く打たなきゃいけなかったか。パーですか。なんてこった。ガーンですよ、ガーン。これじゃあ勝てんな。ここはね、バーディーでいいんですよ。ね、このやっぱ、水戸子さん、マリアさん、レガシーさんのようにね、もうバーディーでいいです。イーグルなんか絶対取れないと思ってね、まあ、バーディーで狙っていけ、いきたいなと思ってたんですけどね。まあ、あれやっぱ、サードショットの寄せがやっぱりダメでしたね。5メーターなんかにつけ取っちゃいけないですね。ちょっとアプローチのモード切り替えた時に感覚、ちょっと感覚、やっぱ練習不足だな。はい、これがね、5ホール目ですよね。さあ、まずはフェアウェイにしっかりと落として、いくと。それ。はいはいはい、はい、止まれ止まれ止まれ。いいですね。またアイルトさんが右後ろです。大体似たような感じのところに飛ばしていきますね。さあ、ちょっと風が、また4メーター級の風ですかね。さあ、つま先上がりを見て、風をちょっと見ての、どうでしょう。このくらいでしょうか。そして、9.7 ヤード上げてます。さらに向かい風。5番アイアンで、ちょい強め。このくらいですかね。さあ、なかなかベタピン来ないですが、そろそろベタピン来てください。どうだ？強かった。さあ、で、また。また長いパットが残ってます。 3.5 メーターのちょいフック、このくらいは入れときたいんだよね。このくらいは、あ、今の6メーターの風だったのか。風読みがね。はい、なんとか入りました。よし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 。さあ、食らいついていくぞ。よし。またなんとかなるな。さあ、今からが6ホール。あと4ホールか。もう、絶対落とせないな。これ、木が邪魔になる可能性があるんですよね。なので、ここはパワーモードで行きます。さあ。ひとまず、風の力を借りて、なるべく向こうまで行きたい。なるべく向こうまで行きたい。そう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 。そうそうそう。いいね。これなら大丈夫でしょう、木は。はい。ということで、風を見ます。今のが3、4メーターぐらいの風かな。ちょっと風を読み間違えてるんで、9番アイアンでいきます。そ
そうだな、風がちょっと運ぶことを考えて、ちょい弱めに来ます。よし、邪戦した。さあ、当たればチップイン。当たればチップ、うわ、全然左だ。あれれれれ。5メーターの風でしたか。さあ、今度もフックで、このくらいの距離をね、しっかりと入れていかないと、よし。おー、なんとか食らいついてます。ベタピンが来ないですけど、なんとか食らいついてますよ。トップと1打差。いとこさんが今のところ1位ですね。そして、レガシーさん、雪村、京さん、アイルトンさん、フータさん、マリアさんと。まあ、優順でね、今のところあ、まだマリアさんはホールアウトしてないですね。フータさん、ドンマイ。フータさんのあの、もう泣き顔のようなのが面白いですよね。さあ、マリアさんが、今からパーパットですかね。はい、ということで、マリアさん今3位に入りましたね。上がり3ホールに入りますね。7番ホール、ショートが来ます。初めてのショートか。んー、じゃあ後半にショートが2回来るということで、まず1回目のショートがここということですね。風を読みますが、5メーターか6メーターぐらいじゃないかなということで、この辺あたりを狙っていきます。そうだな。どうだ。旗とね、同じぐらいかちょっと弱いかなっていう感じで打ってきました。お、いいぞいいぞ。おお。今日ようやく初の1メーター以内につけましたね。風は6メーター。うん。読み通りですね。よし。よしよし。なんとか食らいついてます。さーてさーて。あとは、あとはショートが1回とロングが1回かな?ですよね、おそらくね。さあ。いとこさんが6アンダー。でもボーナスポイントが高いな。高いな。同率スコアで終わったとしても、多分ボーナスポイントで負けますね。あ、ボーナスポイントじゃないか。ショットポイント。で負けますね。さあ、いとこさん断然有利ですね。さあ、2回目のショートが来ましたね。連チャンでしたね。さてさて。まず風ですね。6、7メーターといったとこでしょうか。の、完全フォローですね。さあ、このくらいで、まあね、ちょっとね、ビッグフライクラブがね、ブレてたんで、まあちょっと今、ブレをちょっと見ながら、風向きもちょっと計算しながら、決めました。どうかな。あー、でもちょっと強いかな。強い気がする。あー、しかもブレてる。やっぱり左にブレますね。強かったのもそうですけども、ブレちゃいました。さあ、カラーまで行っちゃったんだね。さあ、ねじ込みたい。スネークラインですね。右に出てからの左か。でも多分ね、カップそばの傾斜の方が激しいんで、このくらいでいいと思います。どうだ?どうだ?どうだ?おー、しよしよしよし。ナイスポット。いやー、なんとか食らいついてます。なんとか食らいついてますが、あー、みとこさんもしっかりと取ってきますよね。うまいですね、相変わらず。うまいなー、みんなうまいなー。あー、全然バーディーを残さないもんね。いやー、もう最後のホールなんですよ。これは、ロングですよね。さあ、ラスト、この、パワーモードをね、ここで使います。
この辺あたり。どうかな。木はね、多分大丈夫だと思います。ここまで飛ばせれれば。あとは、フェアウェイに残るかどうかですね。フェアウェイまで、まあ問題なさそうですね。で、あとは、キック、キックで、転がれ、転がれ、転がれ。はいはい、OK です。さあ、もうあとはもうチップインしかない。チップインしかない。ホーミングしかない。まあ、まだ吹いてますね。6メーター、7メーターあたりでしょうかね。さあ勝負です。勝負の一打です。さあほぼほぼ相殺されると考えて、ああ安に失敗。うっそー。まあまずまずですけども、これでは勝てなかったということですね。残念ですね。いやー、疲れました、疲れました。はい、ということで、最後、バーディーということ、最後、イーグルということで、まあ、皆さん、イーグル取ってってますね。はい、お疲れ様です。まだ、マリアさんとフータさんがね、上がっていませんでしたね。さあ、最後、フータさんが、来ましたね。はい、いいとこつけてますね。1m230 といったところでしょうかね。はい、ということでお疲れ様。はい、皆さん終了しましたね。水戸子さんが、9アンダーでダントツの、1位と。なかなかね難しかったかなと思いますけども、まあでもピアフィードリンクスでね8アンダーだったらまあシルバーランクなんでね、まずまずじゃないのかなと、私は思いますけどね。はい、お疲れ様でした。じゃあね、改めましてね、水戸子さんが、9アンダーで単独優勝ということになりました。おめでとうございます。第3回雪村チャンネル杯のね、シルバースキル縛り部門のね、優勝ということになりました。そしてね、8アンダーに、レガシーさん。が2位ですね。おめでとうございます。そして、同率のショットポイントでね、マリアさんと私が、同率3位ということになりました。お疲れ様でした。そして、同じく8アンダーに、京さん5位ですね。お疲れ様です。そして、6アンダーにアルトンさんが6位ということでした。そして、フータさんがね、まあ、ちょっとね、最初のところでね、いろいろあったんじゃないかなと思うんですけどね。でもね、3アンダーです。お疲れ様でした。はい、こんな感じのスコアでしたね。まあ、やっぱり、3番、4番のホールでバーディーを取れなかったというのが痛かったですね。はい、ということで、第3回雪村チャンネル杯のね、シルバースキル縛り部門、こんな感じでね、終了になりました。優勝された水戸子さんをね、ちょっとご紹介させていただきます。はい、優勝された水戸子さんのアバターですね。パワーが A ということで、まあおそらくビッグフライクラブか何かじゃないかなと思うんですけどもね。メッセージがきっとうまくいくっていうことですね。はい、うまくいきすぎましたね。素晴らしかったですよ。でね、やっぱね、水戸子さんはね、ランキングトーナメントでも結構上位にいますよね。いつもね、名前を最初の方に呼ばせていただいておりますけども、その結果がね、すごいんですよね。ついこの間のゴールデンウィーク記念杯2位ですね。素晴らしいです。そしてスペシャルカップの前半は9位。それも素晴らしいですよ。はい、ではね、参加された皆様本当にお疲れ様でした。またね、一緒に戦いたいと思いますんで、お会いする日を楽しみにしております。そしてね、ご覧いただいた皆様本当にね、最後までご視聴いただきありがとうございました。雪村でした。